17人抜きアメク関心のドルーリー守衛佐藤、驚異の15歳に元五輪マラソン選手、中学生の走りじゃない。菱形陸上第41回全国都道府県対抗女子駅伝、2023年1月15日、京都市竹菱スタジアム京都発着。第3区3キロ、で岡山のドルーリー守衛里、15イコール津山鶴山中、が17人抜きの快走を見せ、9分2秒というタイムで区間新記録を叩き出した。これまでの区間記録は第31回大会で高松もちむせんび、薫英女学院中、が出した9分10秒で、第36回大会で不破生以来、往類中、がマークした9分14秒も上回った。今日までどんどん調子が上がってきていたので、自分の感覚を信じて走りました。第2区の選手から38位でタスキを受け、序盤から次々と選手をかわす。最初の1キロを2分55秒で通過。目標とする8分台には届かなかったが、21位にまで順位を上げてタスキをつないだ。一つでも順位を上げて岡山県チームに貢献できるように勢いづけられるようにと思って走っていました。17人抜きはとても嬉しかったです。2007年11月16日生まれで、岡山県津山市出身。カナダ人の父、日本人の母の間に生まれ、走るのが好きだったから、と小学4年で陸上を始めた。当初は短距離中心だったが、小4の終わり頃にリレーマラソン大会の練習をしていた際に、才能を評価されて中長距離も走るようになった。中学1年頃から岡山県で頭角を現した。だが、中学2年の冬以降はタイムが伸び悩み、昨年度の全国都道府県対抗女子駅伝の出場は逃した。その後、不調の原因が貧血だったことに気づき、食事面から改善。バランスよく食べることなどを心がけ、それと同時にタイムも伸び始め、昨年8月に行われた全国中学選手権の1500メートルで4分23秒79を出して優勝した。津山鶴山中の陸上部は女子部員が1学年1人ずつで3人しかおらず、これまで駅伝の大きな大会などに出場することはできなかった。本格的な駅伝は、初めてだった今大会で衝撃的な走りを見せた15歳。シドニー五輪女子マラソン7位で岡山県チームの監督を務めた山口恵里さん、原点麻也ヘッドコーチは周りと走りが全然違う。中学生の走りじゃないと評価した。ドルーリー守衛佐藤が衝撃の駅伝全国デビュー。感覚良かった 1km3 分切りで突っ込み17人抜き都道府県女子駅伝。菱形第41回全国都道府県女子駅伝、1月15日、京都竹菱スタジアム京都発着、9区間 42,195km。これまで数々の伝説を生んできた都王子に、また新たな衝撃が走った。第41回全国都道府県女子駅伝が行われ、3区に入った岡山のドルーリー守衛里、鶴山中さんが9分02秒の区間新を叩き出して区間賞を獲得した。大きな駅伝大会はこれが初めてというドルーリー。1km は自分の感覚を信じて走った、と自分の時計で2分53秒というハイペースで突っ込んだ。前に人がいて走りやすかった、と次から次とごぼう抜き。1km から 2km で少しペースが落ちたところが、と自身の走りに満点はつけなかったが、17人抜きという圧巻の走り。8分台も視野にありましたという言葉にも驚かされる。小学校の時に走るのが好きだった、と陸上クラブに通い、短距離に取り組んだ。小4の3月の大会で中距離の可能性を感じ、小5から本格的に中長距離にシフト。現在は練習メニューも感覚と状態を見て自ら考えているという。今大会に向けてしっかり調子を上げてこられていた、と万全の状態でスタートラインに立った。
昨年は全中1500メートルを制し、U16 大会でも1000メートル優勝。全部好きと種目に特定のこだわりはない。田中喜実、トヨタ自動織機に憧れる中学生。来年はまずインターハイに出場したいです。持ち味はスピードなので、伸ばしていけば800メートルも1500メートルもタイムが上げられると思います。と、次のステージを見据えていた。スキリクス編集部。